県の検証委員会は児童の虐待死事案が発生した場合に設置されるもので、今日の会議には学識経験者や弁護士、精神科医など7人の委員が出席しました。この事件をめぐっては、事件前に千葉市から船橋市に転居したことから、転居前は千葉市が、転居後は船橋市と県の市川児童相談所が対応に当たっていて、船橋市と市川児相では事件前の2ヶ月間で4回の家庭訪問を行っていました。今日の会議は冒頭以外非公開でしたが、事案の内容を確認したほか、これからの検証の進め方などについて議論していて、今後関係機関のヒアリングなども行いながら、最終的には報告書を県に提出する方針です。会議後に取材に応じた川崎文彦委員長は、今回のような転居を伴う事例は支援が難しいケースもあるとして、次のように述べました。転居っていうのは様々なやっぱりリスクを抱えている。今回はですね、転居が繰り返されているということで、存在についても少し考えていく必要があるかもしれないなというふうに思っています。